どうもです。つくもえよ。8月16日。今日はお盆の送り火やね。帰ってきはったご先祖さん、余裕送り出して無事にな。あの世に帰ってもらわんと大変なことになるでな。六曜は仏滅。新しくことを始めるんは今日。結局なしの法事なんかは吉とも言われてる。時間は日のと。不殺路を示す影の木。土から芽を出したけんど伸び悩んどる状態を示しとる。十二支は鳥、影の木。作物や果実を取り入れる状態を示しとるよ。ほんで、この十巻と十二支からおよご行を読むと、金穀木。金属の刃物が木を傷つけるいうことで、造穀。物事が順調にいかへんよ。仏滅で祖国ってなあなや。まあまあいたものを終わらせるいう形にしたらまあ良さそうな気はするけんどもまあ、俺らを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。